はい、どうもたけです。本日はここの、倍外亭というステージで、かくれんぼをしていきたいと思うんですけど、普段だったら、鬼がいけないところって隠れちゃダメだよって、禁止にしてるの。でも、今回、俺たちは、この、敵が逆にいけないとこだけに隠れます。で、カーボンローラーが今ね、待機してるんですけど、カーボンローラーは食ワンダーで、まあ、いけないとこも入れるようになるので、食ワンダーが終わる時間を隠れ切ろうっていう作戦をね、今からやっていきたいと思います。ってことでみんなもう隠れてるので、俺も隠れちゃいましょう。はい、ということで、とりあえず、ここに隠れました。本当はちょっとね、やりたいことがあるんですけど、まずは、ここに隠れます。鬼が来るかな？来た、鬼来たよ！食ワン、入ってきた！うわ、怖い！うわぁ！うわぁ！うわぁ、怖い！あ、味方がやばい！あれ？ちょっと待って今殴られなかったよね、目の前で。ちょっとカーボン的にはね、食ワンダーで、ね、探しに行くの難しかったと思うので、一番上、ここ。一番上だけでやろうかなと思ってます。怖い。この看板の裏。俺が一番やりたかったのはね、これ看板の裏に隠れるという。みんな今隠れた？ちょっと出てるぞ。ちょっと出てるよ。押してあげようか。危ない。ちょっと出てるけど大丈夫か？よし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 。で、俺はこの看板の裏に行く。落ちろ。危ない。どうこれ。あ、来る。来た。危ない。怖い。みんな、楽しそうだな。そこは、俺も入れてくれ。オッケー。みんな、死ぬときは一緒だ。生まれる場所は違うけど、死ぬときは一緒。来るぞ！来た！ちょっとやばい。何今の？なんか乗ってきたけどめっちゃおもろかったね。もう、この動画は終わりだから、俺がラクトで倒しに行くからみんな逃げて、鬼だから俺は。今から、追うからね、4人を。追うからね、行くよ。俺追うからね、行くよ。はい、スタート。さよ。うい。うい。逃げてる。かわいいけど。逃げてる。さあ、鬼来たよ。おー、なんかツンツンしてきたよ。鬼来たよ、あと一人だよ。どこ行った？いたー。最後の一人。逃げ切れるかな？オッケー。